はい、どうもこっちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちはじゃないの。違います。時間は9時25分です。今日は久しぶりに2階に来ました。で、今日やっていきたいのはこちらですね。じゃん。これは何ですか？ちょっと見せてくださいよ、はい。久しぶりに来ました。ソフビヒーロー獣王者3獣王ザワールドライオンスフォーム、はい、こちらを買ってきました。っていうね、あの6人目のキャラクターですね、うん、そうですね。そこにまだ、うん、あのウルフホームと、こっち見してやん、はい、このライノスは、うん、ウルフホームとクロダイルホームと、うん、ゴリラと、さらに今回クジラが、ああ、そうやな、出たな、獣王ホエール、これもあるみたいですね。うん、おー、これは楽しみですね。この2つはキューブの時ちっちゃいけど、うん、ライノスだけ、うん、なぜかトレーラー型になっています。トレーラー型です。もうちょっと開けてみましょうか。意味が分からん。トレーラー型って何？キューブが大きいね。ああ、そういうことな、はい、はい、出てきました。じゃん。で、あとはいつもの食感の美味しいラムネですね。このラムネはいつもこっちゃんは食べません。なおくんが食べます。はい、もらいます。はい、いただきます。なおくんはこれが楽しみです。うまい、いただきました。はい、こっちゃん、というわけで見せてくださいよ。はい、こんな感じですね。ライノスフォーム、サイですね。この角があるバージョンの、なかなかかっこいいです。立つかな。ちゃんと立ちます。はい、じゃあこちゃん、これでちゃんと6人揃いましたね。ありますか全部？前回ね、あのライオンとエレファントと買いました。うん、買ったね。全部あるはずやねんけどな。あるかな、ちょっと待ってね。揃った？はい、ソフビヒーロー全部揃いました。こちゃん、順番に紹介してください。右から順番に。はい、ヤマト、風切りヤマト。これ？うん、これあれ？こっち、これから順番紹介して、右から順番に。アムです。モンダミサオ。その言い方はこれ、あれじゃあの獣王ライオンとかでいいんじゃん。獣王タイガー。あ、タイガーか、はい、ごめん。はい、これは獣王ザワールド。はい、これは獣王イーグル。しかも野球解放。これは獣王ライオン。そしてこいつは野生解放バージョンの獣王エレファント。解放してへんで、これ。うん、こいつはこれが野生解放バージョンの獣王シャーク。これ解放してんの？ほんまや、解放してるわ。野生解放、野生解放するとね、こういう風にね、背びれが出ますね、この子は。このイーグルは？イーグルは羽が生えますね。これピューン飛びますね、これ。ヒューで飛びますね。はい、飛びますね。はい、やこちゃん、というわけでソフビヒーロー全部揃いました。おめでとうございます。バチ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 。はい、じゃあまたこれで遊びましょうね。じゃあのソフビヒーローシリーズが全部揃いました。揃いました。揃ったことにしておきましょう。かっこいいです。かっこいいですね。よかったですね。じゃあのじゃあのー。